アバディーン試験場でテストが行われている際のリトルデイビットリトルデイビットとは第二次世界大戦時にアメリカ軍が開発した世界最大の迫撃砲である。リトルデイビットとは開発時のコードネームであるが正式化話されなかったためアメリカ軍装備としての正式番号はない。口径は十六インチ航空爆弾の試験装置を転用して開発されたもので これは2014年現在においても迫撃砲としては世界最大のもので、火砲の後継としても最大のものである。太平洋戦線で行われたいくつかの上陸作戦において、堅固な日本軍の防御陣地により大きな損害を出したことから予定されていた日本本土上陸作戦においても、それらに対する強力な攻撃手段が必要だと考えられたことにより、 1944年3月より計画が進められた。開発計画そのものは順調で、開始より4ヶ月後には試作法が完成し、同年10月より実写テストが行われたが、移動、設置に多大な時間と手間がかかることや、一発あたりの発射にかかる時間も大きく、また砲としての射撃精度が低く、射程も短いこと、砲弾に、 その巨大な光景に必死と威力があるとみなされなかったことから実用性に疑問が持たれることになりテスト中に日本が降伏したために実戦で使用されることはなかった戦争の終結により開発計画は1946年にキャンセルされた試作されたリトル・デイビッドはメリーランド州のアメリカ陸軍兵器博物館において 砲弾や移動用の車輪付き課題と共に展示されて、現存している。砲身を水平状態とした、リトルデイビッド手前側が砲、ビブ 914mmT1、HE 榴弾砲,弾砲弾後端の凹凸状のものが、砲身の空戦と噛み合わせるための銅。対リトルデイビッドは前装式、空戦式無力砲弾型の迫撃砲で、砲身中ほどに、揺らか及び砲自式の指示下と、 同軸式の中体器を持つ。一般的な迫撃砲とは異なり、砲足と底板を持たず、支持架は箱型の株砲画に左右それぞれ一本の軸で直接結合されており、これを軸に支持架を回転させることにより、方針の左右角を調節することができた。砲尾は円弧状になっており、箱を通して株砲画と連結されており、不行角はこれを用いて調整する。 小準機、不行閣及び、左右角を調節レバー、添加装置接続部は、左上部方賀にまとめて配置されていた。輸送する際には方針及び、上部方賀と下部方賀に分割され、それぞれが二軸八輪の車輪を持つ、専用の台車を装着し、重量物用トラクターによって牽引された。砲を射撃状態にするためには、 箱型の砲台部を地面に埋設して固定する必要がありという一連の作業を行い設営完了となる。この設営作業には約12時間を要し、撤収時にも同様の時間が必要で、砲の運用のためには2台の牽引車の他に6機の油圧ジャッキ、クレーン車、油圧ショベル、ブルドーザーといった多数の土木作業用重機とその要因が必要であり。 さらにこれらの他に一発あたり3700ポンドもある砲弾を複数個輸送するために専用の牽引車とトレーラーが必要であった。砲弾は迫撃砲としては珍しい分離装填方式となっており、装填はという手順でいった。弾頭の挿入後、砲身に行角をかけると弾頭と尾筒は自長により砲身内に落ち進し、砲に装填される。 砲弾の装填を確認後、行角と左右角を調整し、中待機を慎重させ、射撃準備完了となる。なお、発砲時の危険回避のため、法院は相談と照準調整を済ませた後は法より十分に離れて安全を確保し、優先式のリモコンスイッチにより点火、発射した。発射された砲弾は最大で1 2トルを飛翔し、 3メートルの鉄筋コンクリートを貫通し、強化されていない地面に着弾した場合には、直径約10メートル、深さ約5メートルの着弾口をうがつことができた。上実のように、本法は航空爆弾の試験装置を転用して、対日専用に開発されたとされているが、これには異論もあり、ドイツのジークフリート船攻略用に爆弾試験装置の一得名称で開発されたとする。 説があり、ドイツの軍事雑誌、バファンレビューに掲載されている。しかし、この説を裏付ける公式な資料は、2016年現在では発見されていない。ありがとうございます。